はい、録画します。実はですね、ちょっととあるというか江戸川区の、区議員の人で知り合いがいるんですけども、先日異業種交流会で久しぶりに会ったらですね、映画が今度江戸川区の方で行われるということで、これですね、降りていく生き方という映画が、武田鉄矢さん主演の映画で行われます。今江戸川区の方はなんか開発等でいろいろ揉めてるようなんですけども、そのなんか面白おかしくしたよう なんか映画があるようなので、これをですね、ぜひ若い人たちにも見てほしいということで、ツイッターでなんかやってくんないかってことなんですけど、やるんだったらユーストの方がいいですよねということで、ユーストで宣伝しておきます。3月25日、小岩のアーバンプラザホールで行われます。上映は3回要所3回行われます。10時半、2時半、6時です。平日の木曜日なのでなかなか見れる人いないかもしれませんけども、他でも上映ありますので、ぜひこちら見に来てください。前売りが1500円、当日が2000円です。でトークショーがあるそうです。で、今依頼中でちょっとどうなるかわからないんですけど、トークショー等はもしかしたら虎野さんがダダ漏れをしてくれるかもしれない予定です。でこれについてですね、明日、もう日付が変わったので今日ですね、同じく小岩の方の、ジャズバーかなんかでですね、プレ上映会が行われるので、そちらの方私が公式でって言っちゃっていいのか、一応担当者のこと公式なんで、公式でダダ漏れをやります。もちろん映画の内容はそのままダダ漏れしませんけど、別の部分何か、確かトークショーもあるらしいということなので、そちらはダダ漏れをさせていただく予定です。 iPhone で行いますので、ちょっと画像はあんまよろしくないかもしれませんけど、まあお時間ある方は1時頃、お昼の1時ですね、早ければ12時半ぐらいから、行っていきますので、よかったら見てください。以上、告知でした。録画終わり。